跡だったと思う。何かから逃げるようにやってきた島。何気なく立ち寄ったビーチ。誰も知る人のいない国。そんな場所で偶然のように僕は君を見つけた。君はきっと気づかなかったと思うけど、この出会いが必然であることを僕はあの時祈っていたんだ。気づくわけもない。信じることができそうな気がしていた。だけど、輝く波と戯れていた君はいつの間にかふと消えてしまっていた。あの子は一体人魚だったのだろうか。あの海で人魚に出会ったのかもしれない。あれからというもの、まるで人魚の呪いにかかったように彼女のイメージに取りつかれていた。あれが現実であったかも確信できなくなっていた僕は、有り余る時間を抱えながらそれでも彼女のことばかり考えていた。直すから。どこがってわけじゃないんだけどね。